お次の話題はこちら。ありがとう海外ミオファニキ。こちらはですね、レディットでミオファとしてオオカミミオの投稿を続けている、海外ニキがですね、毎日レディットに投稿してくださってたみたいで、365日、1年間毎日投稿するということを達成したそうです。ありがとうございます。そこでですね、達成した記念ということではなんなんですけど、この方がですね、うちへの熱い気持ちを綴ってくださった、文章なんですけど、まあちょっとね、簡単に日本語で読み上げますと、今まで、自分が、の感情が、ミオの配信によって色づいたものとなったので、彼女のことを応援することにしたということで、なんとも感動的というか、まあ、ちょっとこれ読んで泣きそうになってしまったんですが、本当にたくさん応援してくださってありがとうございます。もう本当にうちは英語ができないから、そのレディットも見る機会っていうのはあまりないんですけれども、なんかそういう風に活動を応援してくれている方が海外にもたくさんいるんだなという風に思って、ますます身が引き締まる思いでありました。ありがとうございます。はい。